でも、ひーくんは海なの。海がそこにあったから、だからこそ地上に憧れることもできたんだって気づいたの。私は海のそばじゃないとエナが乾いて息ができなくなる。それって光を好きだってこと？どうして泣くんだ？ちーちゃんの気持ちが分かった。ひーくん好きなの言わないでって。私も言わないでほしい、誰にも。それでいいのか？どうして、どうして今まで黙ってたの？言わないでって言われたから。そんな、光は一生懸命真中さんの助が紬にあるって信じて、本当一生懸命取り戻そうとして。光は言ってた、向田の気持ちが戻るには好きな相手からの働きかけが必要だって。だったら光はとっくにそれを叶えてた。きっと好きは海と似ている。好きは海と？楽しさや愛しさだけじゃない、悲しみも苦しさもいろんなものを抱きしめて、そこから新しい思いが生まれる。両思い。